みなさん、こんにちは。ダスオ o システムズの熊野です。本日は、世界中のスマートシティのプロジェクトにおいて、大変注目を集めている都市のデジタルツインについて、どのような機能があり、どのような活用方法が考えられているのか、先進的な事例の紹介などを通じてお話したいと思います。今年3月に内閣府によって公表されたスマートシティリファレンスアーキテクチャーのホワイトペーパーでは、 分散された多種多様なデータを集約し活用する有力な方法の一つとして都市のデジタルツインによる仮想化が挙げられていますでは実際に都市のデジタルツインはどのように構築され何に活用されているのかシンガポールフランス・レンヌインド・ジャイプールそして東京・銀座の事例をご紹介しますバーチャル・シンガポールは シンガポール全土の 3D モデルを構築するという国家プロジェクトです国立研究財団が主管し土地管理局や政府技術庁をはじめ数多くの省庁が参加連携する省庁横断プロジェクトにもなっていますこのバーチャルシンガポールの構築にダソーシステムズの 3D エクスペレンシティが使われていますシンガポール政府はデジタルツインを活用して都市の課題を分析し都市計画・都市開発に役立てようとしています 防災や交通システムの管理エネルギー対策環境保護などさまざまな分野での利用が見込まれています各種の統計データや町中に設置されたセンサーが集めるデータを 3D モデルと連携させることによって便利で暮らしやすい都市を作るための政策の立案や検証に役立てる計画ですフランスの ブルターニュ半島の付け根にあるレンヌ市を中心とする広域圏でも、デジタルツインの構築と活用が進んでいます。レンヌ市は、自治体と企業や市民団体のコラボレーションによって、行政のデジタルトランスフォーメーションを進めようとしています。そのコラボレーションのプラットフォームとして期待されているのがデジタルツインです。特に力を入れているのが、都市計画の可視化、見える化と、それを市民に公開し、 市民の積極的な参画を促すすことです実際に大規模な再開発プロジェクトにおいて住民説明のためのツールとして利用されています人口390万人を超えるインドの大都市ジャイプールでもデジタルツインの構築が進行中です州政府が旗振りをして100万棟以上の建物があると言われる大ジャイプールエリアの都市計画の効率化 最適化を目指しています深刻な交通渋滞の解消のための立体交差橋の建設プロジェクトでの活用などが期待されています単なる景観のシミュレーションだけではなく統合プロジェクト管理やソーシャルメディアの分析などさまざまな用途が検討されています日本の都市でもデジタルツインの活用が始まっています 体制建設は国内の企業として初めて 3D エクスペレンシティを採用し東京・銀座地区のデジタルツインを構築しました約300の商業施設やオフィスビルに加え街路樹なども再現しています単一の建築物ではなくエリアとしての包括的なファシリティマネジメントを目指していますまた銀座地区の事業者利用者に対する新しい価値の創造にも活用する計画ですさて 今までご紹介してきた都市で採用されているのが脱走システムズの 3D e x p l a ン n テ i t y ですデジタルツインのプラットフォームとして地形と建物の 3D モデルをバーチャル空間上に構築し人口動態気象や環境交通機関社会インフラなどの情報との連携を可能にしますこれにより防災公共交通の管理インフラの保全エネルギーの効率化環境の保護など 様々な施策を検証し、都都市市計画、都市開発に生かすことができますこのプラットフォームは既存の GIS データ 3D モデルデータ VIM データなどを取り込んで低コスト短期間で都市の 3D モデルを構築できるとともに統計データから IoT デバイスやセンサーのデータに至るまで幅広いデータとの連携が可能であるという特徴を持っています。 建物や構造物のモデルの詳細度は、CityGML という国際基準に従って、地形の起伏だけを表現した LOD の0から、室内の構造まで再現した LOD の4までの5段階に分けられています。詳細度は、3D モデル構築の目的によって使い分けられます。また、詳細度が異なるモデルを、同一のデジタルツイン上に同居させることも可能です。 3D エクスペレンシティには4つの大きな特徴があります1つ目はデジタルツイン上の建物や構造物は絵や写真ではなくすててオブジェクトになっいいるととうことですそのため属性情報を持たせることが容易でまた今建っている建物をこれから建てる建物に置き換えるといったことも可能です2つ目は既にお話ししたようにさまざまなデータとの連携が可能であるという点です そして三つ目は三次元のモデルであるということです。立体的に表現することによって直感的に物事を捉えることができます。最後四つ目はシミュレーションです。景観、日照、ビル風、津波や洪水、そして感染症の拡大や人流交通など様々なシミュレーションを行ってデジタルツイン上で可視化することができます。次に都市のデジタルツインは どのような政策や事業に活用できるのか、いくつかのユースケースをご紹介します。まず挙げられるのはモビリティの分野です。現行の鉄道やバス、タクシーなどの運行、廃車状況を 3D モデル上で可視化するとともに、オンデマンドやシェアリングのサービス、自動運転やドローンなど、新しいモビリティのサービスの計画や検証に活用できます。 防災や災害対策の分野での活用も期待されています二次元の地図で表現されているハザードマップを3次元化することにより河川の氾濫や津波、高潮による洪水・浸水のリスクを分かりやすくリアルに伝えることができます過去の災害発生に関するデータや雨量、水位、風速や風向、震度など蓄積された気象データを人口や交通のデータと 重ね合わせることによって避難計画の立案などに利用することも考えられています2033年には橋の6割トンネルの4割が築50年を超えると言われる現状において社会インフラの老朽化対策への活用も期待されています様々な属性情報例えば構造、材質、施工者、築年数などの情報をモデルに結びつけることによってインフラの状態を把握し リスクを可視化することができますまた建て替えや改良工事が行われるときに交通機関に与える影響などを事前にシミュレーションすることにも役立ちますスマートフォンなどの位置情報と組み合わせることによって高齢者や子どもの見守りへの応用も考えられます子どもたちの通学路と過去の事件事故の発生状況を重ね合わせたり高齢者が歩きにくい道路や 行動しづらいエリアを 3D マップ上で把握するといったユースケースも考えられています。もちろん個人情報プライバシーの問題はクリアしなければなりませんが安心安全な社会の実現に役立てることができます。デジタルツインを感染症の拡大防止に活用することも可能です。その一例がウイルスを含む飛沫の拡散シミュレーションです。すでに中国の新型コロナウイルス専門病院などで その有効性が明らかになったテクノロジーですが、建物の室内や街の空間の 3D モデルを作成し、患者の咳やくしゃみから発生する飛沫が、その空間の中でどのように拡散するかを解析します。マスクやシールド、換気設備、窓の開閉などによって、また相手との距離を取ることによって、飛沫に接触するリスクがどれだけ変化するかを知ることができます。病院に限らず、 イベント会場や就業施設、オフィスや学校のほか、タクシーや鉄道など、交通機関の車内のシミュレーションも可能です。都市の現在の姿だけでなく、過去の街並みや歴史的な建物のデジタルツインを作ることも可能です。観光や文化、教育の分野での活用が考えられます。実際にフランスのパリでは、5000年の歴史を振り返る 3D モデルを作成し、中世のノートルダム寺院、 フランス革命時のバスチール牢獄19世紀末のエッフェル塔の建設風景などさまざまな歴史遺産のデジタルツインを作成しました都市のデジタルツインは PC のスクリーンやプロジェクタータッチパネル街灯のキオスク端末などさまざまなインターフェースを介して 閲覧・操作が可能ですが VR の技術を利用すればユーザーがバーチャル空間の都市の中に入っていくという体験も可能です災害や人流などのシミュレーションの結果も分かりやすくインパクトのある表現方法でプレゼンテーションできますユーザーが複数いる場合でも全員が同じ部屋同じ空間にいる必要はなく離れた場所から同一のデジタルツインにアクセスできます 最後になりますがデジタルツインは都市の状況を分かりやすく可視化して防災モビリティインフラの整備や維持エネルギー環境医療や福祉などさまざまな政策の計画と検証に役立ちます組織の壁を越えた情報共有とコラボレーションを可能にしデータドリブルの意思決定や全体最適化も支援しますシンプルなモデルから始めることも可能ですので ご興味を持たれましたら、ぜひ脱走システムにお声掛けください。本日はご清聴ありがとうございました。